どうやって減量するか教えてくださいっていう。レッドゾーンやな。レッドゾーン本当減りますよ。本当にすごい減る。危ない。経験ある。すごい減ります。びっくりするぐらい軽くなってますね、うん、どういう風に。もう師匠から、師匠から。ビールをわーって飲んだらご飯があんまり入らなくなるじゃないですか。でこういう感じになってきたら、そこでやめたらダメなんですよ。もうぐったりするぐらい。またビールだもん。いやまあ別にあとは何でもいいんですけど、程よく飲んだら増えるんですけど、レッドゾーン行ったら脱水症状になる。軽い脱水症状。もうアルコール摂取量がもう超えちゃうと、もうどんどん自然と出そうとするじゃないですか。だからどんどんおしっこが出て痩せるんです。確かに喉乾いたりとか、すっごい次の日しんどいですけどね。